連休が明けた若林区の幼稚園で、子どもの日のイベントが行われました。この幼稚園では、子どもたちに伝統行事を経験してほしいと、毎年連休明けに子どもの日のイベントを行っています。上の堀は確か元気で、かっこいい子どもになって、かっこいいまま大人になりますようにっていう願いが込められてるんだって。園児たちは劇を通して、子どもの日は子どもの成長を願うだけでなく、お家の人にありがとうの気持ちを伝える日であることも教わっていました。その後は端午の節句に欠かせない柏餅を頬張り、楽しい一日を過ごしていました。おいしい。うん。この日ちょっと、あんたが美味しかった。